本気ですね。カメラ設定から入りましたからね。おっと来ましたよ。やっぱりこれが慣れてるのでこちらでいきます。でこの途中に社というのがあるんですけど、はい、ここで拝んでいただくと1回やられてもここからリスタートできますんで、これを見つけた場合はぜひここで、はい、拝んでください、はい、拝んでいただけると迷いがないですね。迷いがないです、ね、今のがレベルアップでして、自分が集めたアムリタという経験値を使ってレベル上げることができます。はい、二刀流でいきます。二刀流で。はい。渋沢お気に入りの武器は二刀流。ちょっとこれ、こう、あ、これ中段だ、上段にして。はい。これを使いますから。ああ、いいですね。あとこれもやります。おお、見せてくれる。ちょっとデモンストレーション。はい、右下にありますけども、上段、中段、下段というのをリアルタイムに切り替えて、それによって攻撃方法異なりますので。なんか来た。なんすか。これはムクロ武者ですね。ムクロとなった武者です。危ない。まさかここでやられるわけないですよね、渋沢さん。ワンプレイ中ここで終わっちゃう？嘘。あ、大丈夫よね。あと一撃、間に合った。よかった、拍手お願いします。危ね、これ結構油断すると本当にやられるんですよね。はい、ちょっと今嫌な予感しました。危ない。ああ、ヒヤヒヤした。上段はすごい攻撃的なスタイルですんで、ちょっと防御が弱いんですよね。なので攻めていかないとやられてしまう可能性があります。これ見ている皆さんに改めて説明しますけど、ワンプレイ入魂というタイトルのステージなので、ワンプレイ。なんか1回しかプレイできないということなんですね、これね。負けてはいけないんです、やられてはいけないんです。順調にいきましたね、次は。テンポを掴んできました、拍手お願いします。いやいや、いいですね。安田さん、いかがですか。毎回拍手もらってるの、すごいああ、こんなとこにいた、これ。なんだ、なんだ、こいつは。雲。普通の雲。なんだ、これは。あ、やだ。何、嘘。いや、落ち着いたら大丈夫です。なんだこいつ。林さん、どうしちゃったんですか、渋沢さん。雲の糸に当たると一定時間移動が遅くなっちゃうんですよ。危ない。ちょっと雲に手こずっていますが、冷静になってください。拍手お願いします。手に汗握るとはこういうことですね。よかった。すごい手に汗握りますね。すごい緊張感です。危ない。いや。一度深呼吸をして進んでください。あ、社ありましたね。ああ、よかったです。拝んでください。さあ、初公開の映像できますんで、これではい。これでまたちょっとだけ能力がアップしてます。アップしました？はい、しました。あ、今多分あれですね。防具を手に入れてるので。装備で多分防具を変えられますね。はい。防具を変えましょう。あ、この紫の方がいいんですね。そうですね。紫の武器が防具が非常にレアリティの高い防具になります。今リアルタイムに防具切り替えてます。二刀流は真剣ですね。ないです。ちょっとこの槍からマサカリに変えましょう。武器は2つ装備できて、こちらも切り替えることができます。はい、今は2刀と斧を持ってますね。あえて今斧があるのはどうしてなんですか？多分パワーで攻めたいときは斧に切り替える、かもしれないですね。という作戦が今頭の中にあるってことですね、きっとね。この卵の中にちっちゃい雲がいるので、これちょっと倒しておかないと後で囲まれちゃいますからね。あそこが練習の成果が見えますよね。今あそこ怪しいですね。あっと出てきました。また嫌な雲。でかい雲。さっきのなんか渋沢さん頼みます。危ない。お願いします。ちっちゃい雲もいるんで。お願いします。危ない。ちっちゃい雲倒しましたね。逃げる。おっと逃げる方向できますね。逃げる方向できました。あ、いいんじゃないですか。気づいてないですね、雲ね。向こう行け。帰ってきましたね。やった。向こう行け。行ったかな。あ、またちっちゃいの出てきましたね。びっくりしましたけど、小さい方でしたね。よかったよかった。よかったよかったよかった。大きいやつは。ああ、いますね。いますね。あそこにいますね。これはもうやらなきゃいけないってことですか、林さん。いけないですね。これ。これだな。ジョロウグモの前に。中ぐらいの雲ですね。ああ、なんかもう遠くから行く。やった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 。遠距離攻撃で。手堅くいきます。ああ、ゼネラルプロデューサー。気づかれてます。あ、気づかれてます。ああ、来てますよ。来てます。来てます。ああ、小さいのも来た。なんだこれ、ちっちゃいの。小さいのも来た。ああ、来ちゃいましたね。さあ、どうなる。二刀流でいけるのか。危ない。危ない。さあ、ジョロウグモの前に。どうなる。渋沢さん。危ない。危ない。わからー、来た。来た。あ、気づかれた。それでは、渋沢さんにエールの拍手をお願いします。エールの拍手を、いった。皆さんの拍手がエネルギーとなった。やったやった。ああ、危なかった。これ早く次に進んでいきたいところですね。これ刀塚って言ってやられたところに立つんで、私ここでやられてますね。林洋介、お犬前。ここら辺で結構やられてるんですね。これプロデューサーです。プロデューサーがやられてる。プロデューサーがやられてます。みんな雲にやられてます。みんなやられてるじゃないかここで。ここで鍵ですね。鍵を手に入れました。さあ、そしてここからどうなるのか。はい、じゃあ城の中に入っていきましょう。鍵を使って開けました。城に入りました。刀塚ありましたね。渋沢公？あ、ここ前やられてました。渋沢さんここで以前やられてた。なんか強そうだからやめる。じゃあ以前よりも今日は少し前に進んだということですね。これ。頑張ってください。お願いいたします。渋沢さん。冷静に仁王はですね、左上にゲージが2本あると思うんですけども、上の方が体力ゲージ、青い方が体力ゲージになります。で、緑の方が気力ゲージといいまして、で攻撃したりすると減っていってしまうんですね。なので気力ゲージがないと攻撃することができません。なのであんまりこう闇雲に攻撃してるとピンチになってしまいます。また何かいますね。いますね。お、大筒大活躍ですね。気づかれて危ない。うわー、やだ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 。一度ちょっと距離を置き、これはかなり慎重な戦い方ですね。安田さんいかがですか。慎重すぎるんじゃないかってぐらい慎重にやってます。いや、でもやっぱね、ワンプレー入魂なだけあって、死ねないんですよ。今のムクロムシはですね、斧を持ってますんで、もし攻撃当たってしまうと非常に大ダメージなんですよ。これは遠くから当てて逃げる、遠くから当てて逃げるという、これはすごい戦術ですね。すごいですね。もう一回、危ない。一発食らっちゃった。危なかったですね。一発食らっちゃいました。握手お願いします。さあ、いよいよジョロウグモにたどり着けるのか。危なかった。またありましたね、ヤシロ。ヤシロ、ここでセーブをして。はい、ここでセーブすると、ここからまた再開できます。いや、なんかこうリラックスできますね、この瞬間。そうです。ドキドキします。ワンプレイ入魂ステージ。ゼネラルプロデューサー渋沢さんが奇跡の天守閣を見せてくれるのか。これなんですか。天守閣にまで来ましたね。またなんかいい武器とか手に入りましたね。ではここで改めてちょっと、そうですね、2等のいい武器がその1個、そうですね、これがいい武器ですね。2等で良いからこれを使いましょう。まさかりはないから、まあここら辺にしといて、あとはこれもいいのがあった。またいい武器手に入りました。これもいいのがあった。だいぶいい装備なりましたね。お守りもつけて。林さん、はい、これはいけそうですか。どうですかね。ちょっとここは開くと。ここが開くと。いよいよ現れますよ。うわー、見えてきた。うわー、おどろおどろしいですね。おお、危ない、危ない。さあ始まった。皆さん応援の拍手をお願いします。応援の拍手をお願いします。さあこれを倒して、危ない危ない、初出し映像を見せてください。全ては渋沢さんにかかっている。危ない。ゼネラルプロデューサー、いけゼネラルプロデューサー。あーあー、なんだこいつは。ああ